年陸は東海ラジオ放送で土曜日に放送されていた音楽リクエスト番組である。番組のコンセプトをラジオ業界初の前年代が楽しめる音楽番組としており、昭和歌謡、フォークソングから最新のアイドル、ロックなどの方楽、洋楽、演歌などを問わず幅広い音楽ジャンルのリクエストを紹介するほか、ゲストコーナーもある。ゲストに訪れる歌詞も、 番組のコンセプトに沿って演歌、歌謡曲からアイドル、方角シンガーソングライターなど幅広く、特に愛知県を本拠地とするローカルアイドル SKE48 がたびたび登場することもある。東海ラジオでは2010年まで中日ドラゴンズの試合がデーゲームナイトゲームの時間帯を問わず、東海ラジオガッツナイターと題して中日戦を最優先していた。中日戦が デーゲームである場合のナイターの当該時間帯は、文化放送制作の NRN ナイターをネットするか、土曜日が元から全試合デーゲーム、ないしはナイターの予定放送カードが全試合とも中止である場合は同じ文化放送、制作の予備番組を編成していた。しかし、土曜日のデーゲーム開催が通年で増加し、ナイターでの開催は屋外球場の夏季開催のみに縮小されつつある。 ことから、2011年度以後は原則として、定時番組としてのナイター中継を廃止とした。ただし、中日戦がナイターである場合か、デーゲームの場合でも、巨人主観の中日戦で文化放送を、日本放送が放送できない日に、別のナイターが開催される場合は、ナイター中継とし、中日戦、デーゲームは、ナイターの協賛スポンサーごと、ガッツナイタースペシャルとして、 定時番組扱いで放送を行うようにした。そこで土曜日の野球中継枠のもう一つの定時番組として2011年4月から山浦、深谷の年陸としてスタートさせた。当初は中日戦、デーゲームの開催、ないしはナイターシーズンオフであれば18時から21時、中日戦がナイターであるか、デーゲームでも巨人主観で放送できない試合日に、 別のナイター放送カードがあった場合は、14時から17時の枠を取って放送していた。しかし、後にナイターの枠に別の定時番組が編成されるようになり、放送時間の変更がたびたび行われ、年度によっては、デーゲーム中継編成時の予備番組とナイターの時間帯に放送する定時番組の実質二部構成にしたこともあった。この間、 パーソナリティの変更で2012年10月から2014年3月までは、深谷里奈の年陸、2014年4月から現在は、伊田克也の年陸、と解体されている。2015年度は、名古屋ドームでの土曜日の主観試合開始が、基本的に15時からの白母開催となったため、14時から19時まで、途中に、ガッツナイタースペシャルを、フロートコーナーとして挿入しながら、 最大5時間放送されることになった。ただしこれまでと同じく中日戦デーゲームが14時以前に開始である場合は試合終了後からナイターである場合はナイター試合開始5分前までの短縮放送扱いとなるので5時間フルでのスタジオバージョンでの放送は中日戦のデーゲームが中止になった場合に事実上限られることになる。年月から SKE48、ネネのカウントダウン3.21に受け継がれ、SKE のメンバーは原則毎週1名がネネと共にディスクジョッキーを担当。伊田はラジオカーからのレポーターに回った。番組コーナー紹介編成順位は中日戦ナイター中止を明人士官の中日戦が放送できない場合にナイターがある日は文化放送が制定した順位に沿った予備カード全。 試合中止であれば、予備番組、セットアップも放送する。巨人主観の中日戦を含め、全試合がデーゲームである場合には、別のデーゲームを放送する場合がある同じ例は、ABC ラジオの ABC フレッシュアップベースボール土曜日、KBC ラジオの KBC ダイナミックホークス土日曜日、スマハラサワド、日曜日デーゲームは、サンデーを過ぎに、内放で現存する。 また過去の STV ラジオの STV ファイターズスタジアム2017年の瀬戸道夫の日曜楽楽生ワイドおよび日程によって土曜日のウィークエンドバラエティ日高五郎賞内の STV ファイターズライブへの内報例があった。ありがとうございます。